はい、こんにちは、ピカーデスクね。このマントー TT のバイクのレースやっていきたいと思います。本当200名以上が亡くなって100年以上の歴史があるレースですね。で、1年で5、6名だったかな、亡くなった年もあるっていうような、もうね、本当ちょっと異常なねレースですね。まあ、こう島をね巡るレースっていろいろあったんですけど、シシリー島のレースとか、まあ、ちょっと死者が出て、まあ、中止になったとかっていう歴史がねあるところが、まあ、結構多いんですよね。そんな中、このねマントー TT、 未だにこれだけの多くの死者が出ても続いているっていう、もう本当にね、まあ、伝説伝統のレースっていうか、もう本当によくわかんないねレースですね。そのねゲームの2がね2020年、来年ね出ます。でね、このゲームちょっとねあんまりやってなかったんですけど、ちょっと練習したんで、練習するとねやっぱちょっと奥深いね、フロントブレーキでもう本当リアがね流れそうになるところを抑えながらっていうようなね、ちょっと面白いんで、それをねやっていこうかと思います。はい、今回はねちょっとリプレイ動画ではなく、ちゃんとプレイ動画をね流しますんで、最後までご覧ください。じゃあやっていくぞ。バイクはホンダ CBR1000WR、 これでやっていきたいと思います。ハンドリングのバランスがね一台一台全部違ってるんだよね。はい、じゃあやっていきます。 CBR、はい、え、まあ、軽自動車のエンジンよりね排気量、大排気量だからね。スイフト、あれスイフト1300だっけ。跳ねる跳ねる、すげえ跳ねる。いや、一台一台ねバイク全然特性が違って、コーナリング性能はいいんだけど、すげえなんかね CBR 跳ねるんだよね。だからもうあっちこっちあっちこっち行って、ブレーキめっちゃ効く、コーナーもめっちゃ軽く回る、加速も悪くない、ブレーキ性能がいいねっていう設定になってる。実際は知らん、バイク乗りじゃないから俺。わあ、いい音するな、軽やかな曲がり方だね。トルクフルというよりは軽やかに回るエンジン。そーっと開けないと、アクセルをそーっと開けないとダメだな。いやー、もうすごいコースだよな、ほんとこんなとこで。向いちゃうわ、張ってる。いやー、怖い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 。前に車が一台走ってんな。いじゃ、危ない危ない、このギャップが危ない。いや、全開できないよ絶対。これね、荷重が縦にかかるところもやばいんだよ、案外。よし、やる、コーナーが安定しないっていう設定になってる。いや、前の車は追いつかないね。跳ねる跳ねる。めっちゃ危なかった今、ブレーキ間に合ってない。
難しいコーナーだ。難しいコーナーが続く。テクニカルだ。こういうとこが楽しい。おお、跳ねる跳ねる。よいしょ。いけ、追いつけ。いやー、気持ちいいところが出たね。なんだっけ、名前ついてんだっけ。いや、コーナーとかに名前がついてんだよね、ストレートとか。あぶねー、今ギアが滑った。フロントが逃げたのか。ブレーキングで。いや、いい感じの、本当にいい感じのとこだね。さあ、路面の印消してくださいってすげえ言われるんだけど、まあ、はっきり言っとこう、無理だわ。無理です。無理なんで。10キロもあるんだよ。覚えてられないよね、コーナー。まあ、大体なんか覚えたけど、さすがにブレーキングポイントを全部覚えられないね。めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねる。なんか、まあね、バンプストップラバーに当たってる感じじゃないですか。なんかね、跳ね方が、ポーンって。何これ。あ、楽しいね、ここ。このトンネルの中を天国へ続く階段じゃない。いや、行ったことはないけど、俺も。天国へ続く階段なんて。あ、ブレイクブレイクブレイク。きつい。ジャンプでしょ？名物ジャンプじゃん。やばいシャムジャンプ。だいぶスクリーンが汚れてきた。これこんなとこ、どういうことやねんこれ。超難しいぞこれ。やっとさ、うわ、微妙な R のコーナーなのに、コーナリングしながらブレーキングとかすげえ難しい感じだよ。バイクちょっとやっぱり
まっすぐじゃないと結構きついよね、ブレーキングが。ああ跳ねた、あぶねえ。2メートルぐらい飛んだね、右に。前の車に追いついた。すげえ、かっこいいじゃん。待って、いや跳ねるって、俺のバイク跳ねるからいけないって。あ、失礼、ごめんね。まあいろいろある、人生いろいろあるさ。危ね、さあここから山に向かっていく。スケヘアピン、峠道だ。登ってきた。うわー難しい。しらけて山の方に。そう、危ない危ない危ない、跳ねた、無言になってた、無言に。やべえわ、浮かしたぞ。すげえとこだよな、こんな。なんでさ、うわー跳ねる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 、めっちゃ跳ねてるわ。うわーやべえやべえ、うわー、よいしょ。行け。山に回ってきた。ここ気持ちいいよね、走ったら。もうちょっとゆっくり。もうちょっとゆっくり走ったら。いや、これゆっくりの方がいいだろう。よし、あぶねえ、そうだった、いい感じに抜けた。いけー、ゴールはもうすぐだ。まだか。300キロオーバー。コーナリングとか、いや、バカげてんだろ、バカげてる。ハンドをさ、こういう風に使っちゃダメだって。アウト、ギリギリ。
ー楽しい。うわー跳ねた跳ねた。すげえなあ、おい。すげえコーナーだな、今。さあ、こっからが難しい。いやー、気持ちいいけど。ファーストアウトだ。おー危ねー。 U ターンしてここが回りきれないんだよね。ちょっと待って。おい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 、はい、それで最後の直線いけー。最後転んだ。最後転んだわ。最後転んで20分切れんかったわ。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。バイクもね、ちょっと面白いね。このブレーキがさ、フロントでかけて、もうなんかこう、リアをね、滑らせないようにギリギリのところでっていう感じが、やっぱね、バイクのコントロール面白い。はい。またね、これにやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。